Donc ici, on est dans la chambre de Frédéric Chopin. 作曲していた部屋。改装されていますが、当時と変わっていないものがあります。Donc nous allons voir cette double porte.Elle est rembourrée en crin de cheval. Et c'est Georges Sand, qui va la faire construire pour que Frédéric Chopin soit isolé et puisse composer tranquillement dans cette pièce. 作曲の時に気になる生活音を遮断するために、二重扉にはこんな工夫が施してありました。柔らかいですね。やっぱり集中しないとこれだけのやっぱ作品っていうのは書けないと思いますし、まあ僕もこうやっぱり練習とかするときってやっぱ集中したいので、静かな環境でやりたいので、やっぱショパンの気持ちはよくわかりますし、やっぱり自分だけのこう世界っていうのがあるので、かなりきっとこだわって書いたんだなと今ここに来て感じました。作曲する環境にこだわったショパン。この家では辻井さんにとって思い出の曲である英雄ポロネーズも作曲されています。実は僕がピアノを始めるまあきっかけとなったまあ作品で、実は8ヶ月の頃に母がまあいろんな CD をかけていたみたいなんですけれども、まあその中でもロシアのブーニンというピアニストの方の「英雄ポロネーズ」が大好きだったみたいで、まあ CD に合わせてこうリズムをとっていて、である日別のまあピアニストの方のかけたところ、今度は全く反応をしなくなったみたいで、もう一度最初の方のかけたところまた反応しだしたみたいなので、この子は音楽が好きなんだな、こう演奏家を聞き分ける力があるのかなと思ったみたいで、おもちゃのピアノを買ってもらってもピアノを始めたというきっかけとなった作品で、やっぱショパンは僕にとってやっぱ原点です。
29年間こうしてピアノをやっぱやってきて、なんか本当いろんな思いがなんかちょっと込み上げてきて、もうショパンって本当に素晴らしい作曲家だなってことを改めて思いました。なんかショパンが僕の近くにいるような感じがして、いろんなことを語りかけてくれて、なんか僕を見守っていてくれて、またさらに僕の作品をずっと弾き続けてほしいということをなんか言ってくれているような気がしますし、まあ少しずつですが、まあ、僕も作曲をしているので、ショパンのような作品っていうのもいつかは絶対書いて残したいなと思っています。森山さん。